鮭の乱、または、鮭の乱、サーモンの乱は2021年3月に、日本の回転寿司、チェーン、スシローが台湾で行った割引キャンペーンの対象となることを目的として、戸籍上の本名を解明する人物が、同時多発的に続出した騒動。2021年3月15日、台湾で20店舗を運営する日本の回転寿司チェーン店。 スシローの現地法人は翌16日から21日の6日間にプロモーション活動として愛の買い酒祭りを告知した。騒動はこの活動の一環として17から18日の2日間限定で行われた割引キャンペーンに橋を発する。このキャンペーンは酒魚の動音は、けただし、かい、きなど、魚は、ゆ、お、う、う、ゆなどあるいは、同時が、 生命に含まれている顧客が有効な身分証を提示することでとなるものだった。対象となるのはイートインのみで割引が適用される顧客一人につき同伴者5人までが認められる。生命の同音判定は中国語表記に限られ、日本語で酒と同音の酒や英語訳で同義となるサーモンなどの外国語は対象外。 このキャンペーンが拡散されると、ネット上では本名を酒魚に改名した自分の身分証をアップロードするものが出現し、同時に3人が酒魚へ改名したケースまで報道されると、バンドアゴン効果もあって、それに続くものが相次いだ。台湾メディアは、こうしたキャンペーン目当てでの改名行為を酒魚の乱と称した。エトで、東森新聞も、TVBS、民視、 貧価日報。キャンペーンが終了すると解明した人の多くは、元の名前に戻す手続きを済ませたが、これはすなわちスシローの無料特典を受けるためだけに、生涯で3度行使できる台湾の解明制度を2度も利用したことになる。本名を元に戻すことについても、生まれた川に遡上する酒になぞらえて、酒魚流と報じられている。中華民国の生命条例の条文及び、 司法院大法官の解釈では、特殊要因による解明は3度まで保障されているため、一度解明した場合でも元に戻すことができる。なお、未成年児の場合は、本人ではなく親権者のみ、解明手続きが可能。2015年までは2度が上限だったが、不便を訴える市民の声を反映して、2015年5月5日に上限を3度に引き上げる。 生命条例改正案が立法院の三読を通過し、同月20日付で施行された。出生時点で、両親は、風水や占いに基づいて、最適な名字を命名することが多く、その後も、金運や健康上の理由といった、手軽な動機で解明する実態があった。一家全員が解明するケースもある。上限改正の潜在的需要は高く、 改正前の1年間で2回目の解明を行使していた市民は全国で17,527人とされ、日北市では改正案施行直後の1ヶ月で133人が解明手続きを行った。第6世代となる IC 身分証は2005年末からすでに導入されていた。改正手続きに要する費用は1回で80入台ワンドルと割安で、 行政側は引き止めるのための声かけはするものの、最終的には本人の意思が尊重されるため、理由を根掘り葉掘り尋ねられたり拒否されるケースは少ない。また一回の手続きで、都政事務所は IC 身分証の再発行や戸籍名簿の修正の、他に約20カ所の各行政機関への解明通知を行うが、平時では当日中に一人30分程度で完了する。また、 申請先は必ずしも本人の出生地や居住地とは限らず越境しての手続きも可能。割引キャンペーン前夜の3月16日、夜間業務がない台北市在住の青年3名が夜間でも申請可能な近隣の日北市三重区にある窓口まで出向き全員が酒魚入りの名前に変更していった。以上のことから日本と比べた場合は、 比較的低コストかつ短時間での解明が可能となっているため、今回の場合は本名を元に戻すつもりであっても、2回分の手続き費用160入台ワンドルを負担するだけで、数千入台ワンドル相当の阻止が無料で、享受できることになる。ただし、地方政府として、戸籍情報を管轄する各県市の都政事務所は、元の名前に戻したとしても、 戸籍上では一生その解明履歴は残されると注意喚起をしたほか、解明した者が実際に交通事故を起こしたことで、事故処理は解明時の本名でなされるため、事故現場だけではなく、医療機関での治療や保険の処理段階にも影響すると交通部航路、総局も安易な解明行為に警鐘を鳴らした。2021年3月19日、立法委員の李得意は、 安易な解明に対する冷却期間が必要として、短期間での再解明を禁ずる法改正をすべきとの意見を表明した。これに対し中央政府で戸籍情報を管轄する担当省庁を参加とする中華民国内政部の政務次長の陳宗彦は、実際にスシローのキャンペーンが理由で解明したのは少数であり、現時点では法改正は検討していないとしつつも、市民に対して、 安易な解明には慎重であるべきとの答弁を行った。その後実際に法改正の議論が開始された。このキャンペーンに乗じて人命での解明手続きが相次いだが中には別人にもかかわらず既存の著名人と同性同盟酒魚に変えた者も,もいた。各地の都政事務所では対応に追われたものの台北市では説得に応じ数名が解明を断念した。 国立呼吸博物院は、この騒動に悪乗りし、公式フェイスブックで、県立亭を、愛新架倉広司歴酒業と紹介した。ユーチューバー兼格闘家兼実業家の、館長こと陳の男も配信中にコラージュした、身分証を提示し、陳酒等を名乗った。ある大学生は解明で節約できた飲食費を事前団体に寄付している。また、この騒動をきっかけに、 天下鬼神天下酒心、無駄騎無駄騎、実いたり明騎児いたり情けなど既存の生後を改変するインターネットミームが相次いで生まれた。医療業界にも騒動に悪乗りする風潮が広がり、ある性病界は同時期に本名に影と茎が含まれるかそれらの解音となる患者は治療費無料を歌う目期間内にその本名で来院した客はいなかった。また、 台北のある心臓内科医も単なる言葉遊びと前置きしつつ本名が鹿の患者には治療時の機材費用を5年間無料にするし、歯・滑膜が本名の患者には先着100名限定でエクモ治療を生涯無料とするとフェイスブックに投稿した。一連の騒動を受け各種の LINE スタンプもリリースされた。台南市長の高は地元ではせずとも 世界一のサバヒーが食べられるのに、スシローに釣られて解明するものは、台南人ではない。と名産品をアピール。これに対抗した高尾市長の陳その進むも、地元漁港の名産旗をアピールして、フェイスブック上で陳意市販を自称し、台南市長にも白目魚への解明を進めた。平東県庁の半竹市安も、当地では解明せずとも、 うまい砂に姉妹が食べられると参戦した。のアピールをめぐって争っている。日本のほかデイリーテレグラフは、サーモンカオスと題した記事を配信し、ガーディアン、BBC、米国の NBC ニュース、ドイツのデアシュピーゲル、フランスの BFMTV、スペインのエル・コンフィデンシアル、イタリアのラ・レプップリカなど、欧米各国のメディアも、この騒動を報道した。 記事をシェアしたガーディアンのフェイスブックでは、ガーディアンによる今年最高のニュース、アレックス・サモンドも避けだなどのコメントが寄せられた。香港紙と、上日報は、一般的に解明は、戸籍、銀行、税務、福祉、医療など、多岐の分野に及ぶため手続きは煩わしいものだが、台湾では、行政サービスの効率性の高さゆえに、このようなことも可能となっている。と指摘した。 3月末、日本の dmm.com は自社で運営するオンライン英会話事業での教材としてこの騒動を取り上げた。2021年6月、香港の民放局無線電子が放送中の連続ドラマシリーズ、愛。会への改新測定第1259話では、日本料理店8000が、店名と同名の客に対し1年間無料という、 特典を歌う本件のパロディがテーマとなり、予告編も、8000校の乱と題された。同月、ドイツでも、カイプラウメが司会を務めるダスエルステのクイズ番組、ウェアバイスデンゾバスが、この騒動を題材として出題し、正解できなかった出演者は答えを知って大笑いした。3月17日、解明後に、スシローではなく、同業他社の、倉寿司で飲食し、 生産時に全額支払う羽目になった者がいたことが報道された。3月17日、自身の名を星光十連撃酒魚へ解明しようとした男性は母親から幼少時にすでに二度解明していることを知らされ解明を断念した。3月18日、大中市の男子大学生は酒魚の夢へと解明後に幼少時に両親がすでに二度解明していたため生涯。 この名前を名乗らなければならないことを知り、実施が誕生したら、特例を利用して解明するつもりだと表明した。しかしある弁護士の見解によれば、台湾の生命条例第9条には3度の上限に、対して6項目の例外規定があり、このうち、第1項、第2項規定により、直径三審等以内で同盟が確認された場合は、解明できるが、可能なのは小川の解明であるため、 今回の独身男性のケースでは解明者の両親及び祖父母のいずれかを一旦解明し特例を行使すれば可能である。また、同一権主において第三者と同性同盟であっても例外規定となる同第九条第一項第三間によりこの男性が知人に一旦解明を依頼し実現すれば同じく特例により元に戻せるが 最低6ヶ月の同一犬種の戸籍であることが必要なことから犬種をまたがっていた場合はさらに解明のための期間が長期化することになる。その後、対中市政府民政局がこの男性の実際の解明記録は今回が2度目であり、元の本名に戻すことはまだ可能と発表したため上限による障害は解消した。21日後の4月6日、この大学生は 出身地のキーリュン氏で元に戻す手続きを済ませている。背景として、満14歳以上の国民は中華民国身分証が発行されるが、裏を返せば、本人の意思によらず14歳になるまでに、親権者によってなされた解明履歴を知るためには、親権者の告知以外では、都政事務所で戸籍情報を紹介して、初めて知ることができる。過去に両親が、 自分の名前をコラフクから変更していたことを古籍修正時に初めて知った女性の投稿も話題となった。台湾では従来、高広聖台湾ナセ世界遺人財神相当や、ユーチューバーの進む台湾台、あずまゆき子大魔汎用、投げ湯の白王札ここ、奇跡人財神、水神福徳精神所有神祝福的パオペー、昇進感などが、 すしローのプロモーション以前から漢字での最長記録とされていた。3月18日、各県市の都政事務所による統計では、2日日の18日17時時点で331人が、酒魚の2文字を含む解明手続きを行っており、初日に36文字となる、賃愛台湾国喜び、アワビマグロ酒魚松葉カニカイ、イホシガイリュウエビワ牛肉ビフクカクン品賞。 かまれじとみ、外殺牢屋へ解明した男性が現れた。翌18日には40文字となる、理系機械機、経年や木酒魚をゆあまり恐れうりょうゆう、あまるゆゆよこしゆぐう三両割れ思もえへ、氷水便、イーサーお国古文系みやびは高起こり同期圧者、すりひ酒を大元水しえしえる、我が解明アザリン課題起こりお宝への解明事例のほか、にきたしでは、 システム上限となる50文字の、陳友新天流法変妙2213月14日とも、名張りただしこう上り中愛、愛一生一生この生相対数聞きつ酒業への解明事例が発生し、新記録となった。都政事務所の端末では、入力上限は15文字のため、16文字以上は、手書きとなる。三月十七日、大中市では、解明した大学生が七。 割引をうたって、寿司ロー店舗前で有料の同伴者を募集していた。店舗数が国内最多で台湾資本の回転寿司チェーン、総選に勤める高尾氏の男性もこれに便乗して、酒魚、総選挙探店含むりに一行 XX と解明し、寿司ローで3回にわたり延べ17人の同伴者と、共に1万2000入台湾ドル相当分を飲食した。 男性のジップは激怒し、4月1日までに元に戻さない場合は感動も辞さないと親子、関係解消にまで言及したため、慌てた男性は、キャンペーン終了直後の3月19日に本名を元に戻す手続きを済ませた。4月、台湾国内でのビットコインに関わる詐欺事件で酒魚に解明した者が被害者となったため、捜査当局はこの男性に本名で、 被害通知を発送した。また、上記の最長50文字に解明した男性は、2020年4月に、日北市板橋区で泥酔した男性に、刃物で脅迫され、犯人は送検されていたが、後半中に開催された、スシローのキャンペーンを機に、被害者側が解明し、その後も元に戻さないまま判決を迎えたため、判決文にも解明した50文字の本名が、記載されてしまった。 スシローに便乗した YouTuber が所属するグループ名と同時に解明したものに対して1万入台湾ドルの賞金を授与すると発表したが2020年末から21年1月にかけて2件の窃盗を重ねていたニキタ氏の中年女性も参加し賞金を獲得していった。住所不定で通知の発送後も応答がなく警察の捜査は難航したが 7月に逮捕され、起訴後の9月にも解明前の2月に起こしていた、窃盗の余罪で再逮捕された。中央政府は、コロナ禍での景気対策として2020年の進行3倍券に、続く、進行5倍券の給付を決定したが、その後は、各自治体で、在住市民向きに独自で、金額を追加する競争状態となっていた。2021年8月24日、海予市では、 市長のコートシエが市民限定で1人当たり2000入台湾ドルを追加給付する7倍券を宣布したところ、都政事務所には給付金目当てとみられる市外からの戸籍転入者が来訪し、前月非売増の30人以上となった。その後も転入者が相次ぎ8月30日時点で369人に達したため、市政府は 翌日に潜伏日である24日当日の転入者32人のみを対象とすることを発表した。2021年9月、ウリンケン麦漁協でも1人当たり3000入台湾ドルを住民に追加給付する8倍県予算案が可決されたが、かよし市が転入期間を限定していたことや、都政事務所窓口で酒魚の乱状態が再現されることを懸念して、 8月31日時点での豪内戸籍保持者のみを対象とした。スシローによると2日間のキャンペーンの利用者は約1000人に達した。これにより500万入台湾ドル相当の料金が無償または割引になったとされている。初日だけで割引対象になるために解明した人物は135人に達した。地域別では初日は 高尾氏が最多だったが、最終的には人口に比例して、二期田氏が最多の100人となった。世代別では、9年級前後の民国87から92年生に属する若年層が目立っており、この年齢層を指して、酒魚世代という故障も生まれた。昇華市の都政事務所は、若年層が多いことについて、妻子のいない、 独身男性は、その影響が家族に及びにくく、解明手続きの煩わしさが軽減されるからではないか、とコメントしている。台湾ではこのキャンペーンは、費用対効果に優れるプロモーションの成功事例と見られており、寿司ロー社内では、サーモンに続いてマグロやウナギによる同様の展開を企画中との報道がされている。なお、2021年4月1日付で、 アキンドスシローを運営するスシローグローバルホールディングスもフードライフカンパニーズに改名した。同社は改名されることを意図したものではなかった。と表明。同時期にスシロー以外でも自社の業種にちなんだ感じで期間限定のプロモーションが相次いだ。ウリン県ンのある養殖業者はこれに便乗し、酒業本名に含む顧客を対象に 生酒丸ごと一匹を無料とするプロモーションを発表すると2日間で18人の該当者が来店した。また、国内通信事業者ふとし電信は、日き市にある店舗で、あと、ふとしの同音あるいは、同時を本名に含む顧客を対象に、携帯電話端末の無料化や月額料金割引を歌い、国内アダルトサイト運営業者のスワックも、 宝魚の字を本名に含む顧客を対象にした料金割引のプロモーションを行ったが、台南市のある男性はスシローを含めて、これら3社全てに該当するよう解明していた。平東県東港町の土産品販売店では、地場の名産品、マグロ魚の字による同様の特典を謳った。ドイツで飲食店を運営する在住台湾人は、本名に英語のサーモン、 ドイツ語のラックスを含む顧客を対象にサーモン料理が無料となるキャンペーンを打ち出した。香港でもドラワンに店舗を有する日本料理店、日本屋が2021年4月の1ヶ月限定で有効な身分証を提示した上で顧客の本名が酒の現地表記、三分魚とすべて同音であれば一品、無料、二文字が同音で半額。 一文字が同音であればに割引のプロモーションを行った。ステーキチェーン、王品牛排を展開する王品集団は4月20日から5月末まで本名に、宮火、伊、君を含む顧客を対象に2文字が同時の場合は、伊勢海老一匹丸ごとを1文字が同時の場合は、その半分を提供することを発表した。中華食防大連盟の中心兄弟は4月18日に、 プレ開業する南高区のオフィシャルストアで25日までの1週間限定として中国語でチャンピオンを意味する韓軍の2文字が本名に含まれる顧客を対象にオフィシャルグッズを無料で申呈し2文字が同音であれば商品を24%割引くことを発表した国内でマディソンホテルを運営する国体ショー旅は4月1日から同月末まで 4月、生まれかつ、忍ぶあるいは、県と一文字が同音であれば、ホテル内に併設された、レストラン、バーでの飲食費を23%割り引くことを発表した。高尾市政府観光局は4月28日、本名に、公と優の同音同時を含む人物100名を対象に、市内ホテルが一泊無料となるプロモーションを打ち出したが、告知日以後の解明者は対象外となった。 2021年9月、旅行業者の区デは、トラベルバブルの一環で、新婚カップルを限定として、国交があり、感染が拡大していないパラオへの無料旅行に、招待すると発表した。対象は2020年1月以降に婚姻が、成立し、パスポートに記載された氏名の英文表記が、キレリュクラゲの4文字中2文字以上が同音であること。こうしたキャンペーンを展開した、 スシロー側に実際にはほぼ人名としてあり得ない、酒魚という使命を話題作りや宣伝行為として使うのはいかがなものかという批判が起きた。タレントのご胸乗りもあまりにも馬鹿げていると批判した。ただしこのキャンペーンとは関係なく、酒魚を実名とする人物が少なくとも10名は存在していたことも判明しているほか、2018年6月末時点の統計では、 生が、魚の人物は37人実在している。また、このキャンペーンで恩恵を受けられた者が、結果的に、漢順に偏っており、当て字が多い台湾原住民を尊重していないとの、批判もあった。この割引キャンペーンの結果、ネタだけを食べて、シャリを残す者が、相次いだことから、台湾の告発サイト、爆廃公社では苦言を呈する定員が現れた。タレントのりは、 解明後に、スシローでの自撮りを SNS にアップロードしていたが、その画像でシャリを残していたことを指摘されると批判に、さらされ、中国語番ウィキペディアでは、リのプロフィール欄が、酒を破壊者と改ざんされた。次回のキャンペーンに期待する声もあったが、食べ物を無駄にしているという批判も寄せられた。短期間に、解明手続きが、相次いだことから、前室の内政部次長陳宗彦は、 窓口の混雑や不要不急の行政処理の増加などについて遺憾の意を表明した。内政部による統計では、性あるいはフルネームの変更や個人によるファーストネーム変更件数は2010年以降の8年間で以下のようになっている。平均値は単に1年間の日数で割った参考値で都政事務所の実際の休業日を除して換算した場合はより多くなる。 また、統計値は、今回の騒動とは、無関係だった、離島部や東部各県も含めた県数となっているため、人口が多い西岸部のみで算出した、平均値もより高くなる。日常的な業務としては、家族構成の変化に伴う解明及び解明なしの、戸籍情報の変更だけではなく、現住民の官名から種族伝統名への変更が、含まれ、 酒魚への解明が数日間に集中した。今回の騒動は、政府が声明の発表を迫られたほど実際に、行政機関のリソースが圧迫されたものと言える。行政院国家発展委員会の請願サイト、join.gov、テイラー・ワッツでは、こうした、解明の乱用を防止すべく解明後5年間は、再度の解明を不可とする定義が行われたが、 定義8日目の25日時点でも必要人数5000に対して36人の参加にとどまり、熱しやすく、冷めやすい気質を表す結果となった。また、5月に、立法院で中国国民党の御玉霞が、議員立法で提出した、生命条例修正法案は、以下の案となる。一方で、与党民進党の拉致性は、再解明までの期間を3年とすることを、 提案している。約1400人が回答した、ヤフーキマのオンライン調査ではこれらの改正案に対し77%が賛成、23%が反対だった。市民の解明者数が全国最多だったに北市長のコート模様は、呆れ顔で何も言えない。とだけ吐き捨てた。台北市長のカブンテツは、社会の奇跡と評した。東園市長のテブンさんは、 理解できないが、市民の解明権については尊重する。とコメントした。前室の台南市長、郝伊哲は、取材陣に対し、酒巨来、京都5世紀中国の詩人、東延明の言文になぞらえつつも、解明行為については、困惑気味に、台湾は自由の国であり、その意思を尊重するのみだ。ともコメントしている。キールン市警察局所属の男性巡査が、 批判期間中にこのキャンペーンのために、ギラン・ユキコ長祖大深海酒終えと解明し、復職前に元の本名に戻していたが、警察機構と戸籍制度の両方を管轄する内政部は部長の助国優が、警察の業務と警察官の名前は無関係としつつも、警察の公文書作成などで自ら面倒を背負い込むことになるだろうが、それはその巡査個人の問題であり、 解明も個人の自由だと表明している。エンジニア出身の閣僚で解明経験もある。東大取りは現象自体は面白いものだった。としつつも漁業の持続可能性や社会の公平性について企業側の再検証が必要と述べた。行政委員長の蘇佐田正も3月26日の立法院の質疑で教育の失敗ではないのか と質問した、公文吉に対し、そうは思わない。とし、価値観の違いではなく、時代の違いとと,ともに、本名の使い方が異なるだけであり、現代の若者は、ネット上で別名を使うし、古い時代の人も、孔やじを持っていた。と問題視しない姿勢を答弁で示した。中央流行駅常識中心で指揮官として、新型コロナ対策に奔走している。 衛生福利部部長の陳次中は、淡々とした口調で、社会には、いつも一時的かつ押し寄せるようなことが起きうる。ことが終わってしまえば、それでいい。言いに返さないコメントを残した。中華民国労働部は、解明したものを解雇したいと表明していた、企業経営者の声に対し、酒魚への解明を、解雇自由とすることは、 悪意ある解雇であり、不当との見解を表明したほか、採用時に使用者側が、戸籍等本を開示させることもプライバシーの侵害に当たるため、非雇用者が拒否可能としている。解明者が多かった、若年層全体をネガティブに捉える意見が相次ぐ中で、国立台湾大学教授の派兵生は、教育改革が間違っていたという意見には、賛同できない。 20から30歳の人口は約150万人だが、この騒動で解明したのは、その0.02%に過ぎない。犯罪統計では2005年から2017年に、かけて、暴力犯罪は約10分の1に、窃盗罪は約6分の1に激減しているのに教育改革が失敗だと誰が言えるのかと反論、安易な世代論で若年層をくくることに警鐘を鳴らしている。 司会者、作家のクレイは、ちょっとした欲を貪ることが問題だというなら、百貨店の定期的なバーゲンセールや、スターバックスの、買い一層一、コンビニの、第二件六折、共同購入などと何が違うのか。利益を得ることは節約することであり、節約することは蓄財することだ。と低所得な若年層の行動を擁護した。台湾で活動している、日本人女優、 大久保マリコは日本だと家庭裁判所の許可が必要なのにこれだけ長く台湾に住んでて文化の違いに驚いたとフェイスブックに中国語で投稿した日本台湾交流協会はフェイスブックで日本語では鮭は天然魚サーモンは食用の養殖魚という説明を投稿した3月26日に3リッター新聞網の単独取材を受けた クラッシュ台湾法人の日本人当事長は、日本では解明手続きに少なくとも1週間はかかるだろうし、日本人も特典のために解明しようとは思わないだろう。と述べたほか、結果はとても注目すべきものであり、今回のプロモーションで行政機関の負担なども含めて様々な議論や大きな反響があったことも承知しており、自社の将来的なプロモーションに活かしたいと語った。 故障もともと中国語では社会の混沌、混乱を意味する乱造という用語があり、香港、マカオを含む中国本土でも広く使われている。香港で発生した中国人による粉ミルク買い占め騒動は内古乱造、マカオのタクシー騒動はマト乱造。台湾で起きた混乱もトイレットペーパーをめぐる衛生士乱造、マスクをめぐる口、等乱造。 通信プランをめぐる499乱造の要例がある。今回の解明騒動も一部で酒を乱造と報じられていた。の乱は中国語圏でも一般的に歴史上の戦乱や権力構想を指すが台湾では2018年の衛星紙通信プランの混乱を解雇する報道で過去の類事例も含めてこうした突発的 衝動的な消費者行動によって引き起こされる混乱は政府機関を含めて衛生士の乱499の乱と称されるようになった。そして2020年初頭、新型コロナの流行による一時的なマスク不足も口等の乱と呼ばれるようになり、今回の騒動に至っている。消費者行動ではないが他の要例として2021年2月末に 中国政府の植物検疫が原因で日本にも波及した中台パイナップル戦争は大鳥リノランとも報じられている。2021年5月、新型コロナの国内感染は急拡大し、それまでは感染者数が抑えられていたため接種の進行が遅れていた一般市民向けワクチン調達がクローズアップされるようになった。台北市の診療所が 医療従事者向けに先行供給されていたワクチンを、その時点では資格のない芸能人や一般労働者に接種していたことが問題になった。また、野党国民党を中心に、ビオンテック製を含む中国からの輸入や地方、政府独自調達をだかに叫んでいた。アストラゼネカ製ワクチンについても国民党は、首謀例が相次いでいたことをもって安全性に疑問を投げかける。 キャンペーンを展開し、日本政府からの寄贈に感謝の意を示していた与党をワクチン個人機とまで批判していたが、後に複数の国民党を大物政治家が特権で先行接種していたことが明らかになったため逆に批判を浴びる結果となった。これらの騒動を総称して、駅内への乱と報道されるようになった。ありがとうございます。